市川隆の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。涼子ちゃん、はい、今夏だから暑いけど、僕ら白馬のね、冬スキーリゾートの白馬にちょっとご縁いただいて、いろいろ白馬の不動産とかのホテルとかね、いろんなことをちょっと今学ばせてもらってるんだけど、そこでちょっと気がついたことがあって、白馬をいろいろやる中でニセコを知らずして白馬を語れないなと思ったんですね、はい、でなんでかというと、外国人がスキーに滑りに来るんで、白馬はかなりもう、まあ、このコロナでちょっとね今止まったりもしてるけど、外国人が来て一定期間を優雅に過ごすってことは、日本人のお金持ちもそこで過ごしたりするんだけども、冬はスキー、夏はまあちょっと涼しいみたいな。でそれがナンバーワンどこですかって言ったら、やっぱりニセコなんですよね。北海道ニセコで、そこ実は今まで近くまでには行ったことあるんだけど、ニセコ自体の土地を見たことがなかった。でなんでそこが人気なのかなっていうことなんかを見たくて、この間日帰りですけど行ってきました。でやっぱりそこには行ってみると分かりやすいシチュエーションがありました。白馬と似てるけど、もちろん違うんだけど、その要素っていうのはそんなに難しくなくて、眺めがいい、これが一番。もう超ねシンプルなんだけど、でそれがねすごくね、なんていうのかな、もうなんだろうな、白馬はやっぱり北アルプスの存在感ってすごいよ。この今ね、今7月のねすごい暑い時に、こう南アルプスの、ね、中央高速道路を諏訪の方面に行くわけですよ。そうするとですね、急にもう松本の方を向くと北アルプスが見えてくるわけですよ。で北アルプスの山って雪あるからね、はい、今でも。でそれがそびえてるところを見ると、これ日本っぽくないわけ。やっぱアルプスというだけあって、ヨーロッパかな。でじゃあ北海道のニセコはどうかというと、行くとそこには富士山みたいなですね、羊蹄山と呼ばれる、蝦夷富士と呼ばれるですね、立派なやっぱり山があって、でその反対側にスキー場があって、結局一番、まあ、平布ってとこが一番、土地代100万坪、100万以上するんだよ。すごいですね。100万って都内の物件、都内と変わらないんだからっていうのは、どこなんだろうと思ったら、やっぱその眺めがいいところ順に大体なっていう、シンプルなわけだって。もう優雅な気持ちってなったら、もうこういう景色で、あとは雪質がいい、これがやっぱり1位に、まあ、白馬も一緒っていう風になると、じゃあ上越あたりがなかなか苦戦してる理由は何かと、山深いのね。山深いからもう見えないんだよ、そこの目の前の山しか。あ、そうなんですね。結局だってさ、山の間に入っちゃうと見えないじゃん。あ、確かに。やっぱりね、平地がある、白馬行くと平地があって、奥にこういう北アルプス、その羊蹄山のところも平地なんだけど、ポコンって出てて、でそこにでも雲が当たって雪が降ると、だからいい雪が落ちるっていうようなですね、うまくできてるなというか、そんな場所があるといいよねみたいなですね、いう感じでちょっと見てきました。だから、まあ値段もちょっと高いしね、なかなかその今から投資してどうのこうのっていうのは、なかなか現実的には難しいんだけど、投資というよりも本当のお金持ちが優雅に暮らすには、そういうところを知らずしてっていう気をちょっとしてるので、いろんなところをちょっと見ようかなという気は今してますね。はい、じゃあ今日のテーマに行きますか。はい、今回はパリ、ニューヨーク、東京、ハワイの高級不動産のマンションの坪単価がおおむね650万円程度と同じ価格なのはなぜ、他に同じ都市はあるのかというテーマで、市川さんにお話をしていただきたいと思います。はい、まあ先ほどそのね、ニセコの話とか、そのどういうニセコのマンションって坪単価600万ぐらいするんですよ。650万ぐらいするの。だからそういう意味では他の都市に同じかと同じなんです。でこれ僕は調べてったら、ハワイのオアフ島ですごく海が見えて、ワイキキの一等地ってなかなか今マンションないので、今新しく見えてるワードエリアとかっていう、カカアコとかっていうエリアとか、アラモアナの近くとかね、そんな場所のいい場所なんていうのは、まあ一番高いのはちょっと別よ、1000万とかするけど、おおむね650万ぐらいだったりする。でパリ行きます。パリの6区7区とか呼ばれてる中心地のいいところの、まあ、これは築年数は古い、100年200年とか平気であったりする。これも坪単価になると650万ぐらいで、ニューヨークマンハッタン、これも650万円ぐらいするわけ。
東京どこか赤坂青山あたりの場所よ。もちろん東京と一言で言うとうちも東京だって言われちゃうとごめんって話になっちゃうんだけど、はい、いいところも、まあ、これも幅はあるんだけど650万ぐらい、うん、これなぜかもう単価から来てるわけじゃない。単価で分かりやすくなってるのはあのグロスがあって初めて、グロスっていうのは合計金額ね、合計金額があって3億円出せる人、3億円のマンションが区分マンションとしてあって、それが150平米ぐらいの広さなんですよ。150平米っていうとだいたいリビングが 3LDK、 150平米だから 5LDK になるわけじゃなくて、家族数が増えるわけじゃないから、はい、リビングが30畳ぐらいあるわけ。150平米だとそうするとね、30畳って50平米ぐらいあるのかな。それだけで30畳あるとどういうリビングか想像できます？全然できないです。ね、ピアノが置けるって感じ。あ、グランドピアノみたいな、グランドピアノ置いてあるって感じ。ダイニングセットとリビングセットが置いてあって、はい、ちょっとひいいかなっていうと15畳ぐらいなわけ。だから倍あるわけ、はい、ね、その後玄関も広い、お風呂も広いで、洋室とか10畳ぐらいあるとかっていうモデルルームを見ると、それは上を見るとキリがない。でアメリカの戸建てとか行くとだいたい200平米とかもいっぱいあるから、ちょっとまた話は別として、マンションというふうに考えた時に一番こう、まあ、人がそのお金持ちがまず住むのに耐えられる広さっていうか、評価するというか、まあ、このぐらい別に使うわけじゃなくてもこのぐらい広いといいよねみたいなことを言うのがだいたい150平米ぐらいなんですよ。それが3億円ぐらいで買える場所が全部このいいところになる。だから3億円のマンションを買う人っていくらお金持ってる人だと思いますか？3億円だけしか持ってない人は買わないでしょ。そうですね、それ以上持っていないとって感じですよね。もし涼子ちゃんがですよ、3億円のマンションを買おうと思ったらいくら持ってたら買う、まあ、10億ぐらいはないと買わないかもしれないね、はい、だって全部の全部お金をさ、なけなしの3億円ですなんていう人は見たことなくない？そうですね、10億は欲しいですね。そうだよね、はい、まあ、自分が10億ってことはイメージできないかもしれないけど、10億円ぐらいのお金があって初めて、じゃあそこに家に、まあ、それが別荘かもしれないし、うん、正確に言うと多分もっとあってもいいよねって気がするけどね。まあそうですね、うん、よく言えば10億だとうーんとかいろいろさ、だって今車だってさ、本当のお金を出して買いますって1億円ぐらいするらしいよ。そうですよね、うん、で3000万ぐらい平気でするじゃん今。キリがないですよね。そうっていう風になっていくと、まあ、で10億20億ってお金がでも今パーンと手にする人もいるわけですよ。すごい世界ですね、うん、そうそう。だけどでそういう人が1億円出して買おうと思っても、その人が納得できる場所じゃなかったり、その人の広さが納得できる広さじゃなかったりとかってするので、だいたい落としどころが150平米の3億円、それが坪単価に直すと650万なんです。なるほど、うん、分かりやすく言うと、はい、だから僕なんで それに途中でいろんな海外の不動産 見ながら、だいたい聞くと3億だなみんな、で何平米だいたい、そうで、そのがみんないい海が見えたり、ニューヨークでいうとマンハッタンのそこそこいい場所だったり、パリだったりやっぱいい場所だったり、でもここ凌駕する場所があるのよ。ロンドンとはちょっと別なのよ、実は坪1000万ぐらいするから。そうなると今度5億円の世界になるわけ。香港とかもそうなんだけど、5億円でとか6億円でとかって世界になる。そこはもうちょっとあるんだけど、これはまたちょっと特殊になってくるので、これね、人数が一気に減るんだね多分ね。だけどそういう感じになって考えるとですね、まあ皆さんこれを聞いてる人が3億円俺がすぐ出せるよって人はあんまりいないとは思いますけど、今言ったようなグロス論で全てが基本的には成り立っていって、別にそこから何かの収益を生み出そうとしてるわけじゃないんだよね、これが。だから利回りが低いわけ。 2% 台とか 3% 台ぐらいだったりするわけ。もちろん1% とかっていうとまたちょっと世界が違っちゃうんだけども、だからそれは持ってること自体は何かというと、まあ、ステータスを意識してるのか、ステータスも置いといてもとにかく持ってるんだと。でもそういう人と出会うとどういうことが想像できる？他にも持ってたりするわけ。なるほど。そうしたら10億円の人じゃないんだよ結局は。30億ぐらいないとやっぱちょっとどうかなって気がする。他にも持ってるって世界だったりするじゃない。でもそれは自分で稼いだ人なのか、まあね、先祖代々じゃ分かりないよ、何かのきっかけでもらった人なのかいろいろあるわけ。でもだからそうだな、まあ自分、まあ私自身もね、そんな3億円のマンションを持ってるわけじゃないし、今後持つっていうつもりもないんですけど、まあ自分の中でもし何かのチャンスでお金がポンと入った時に、
私が3億円を買う気になるにはいくら入ったら買う気になるのかなということを一回想像してみるに、まあ、10億あったら3億のものを買ってもいいかなと思ったりもしたけど、やっぱりそこまでかけないかもね。だからその運用していくためにお金を回していくということで言ったら、3億円というものを運用して 4% 回るとするじゃない。3億円の 4% ってことは1200万か、はい、のお金が、まあ、税引き前で入ってきて、そこから2割の税金で、金融商品とかの、ね、やつで取られたりすると、まあ、1000万ぐらい残るわけ。そうすると1000万ぐらいだったらいいかと思いきや、まあ、1000万って、まあ、派手な生活しようと思うとすぐなくなるからね。だって月80万ぐらいしか使えないわけですよ。想像がちょっとつかないです、うん、でお金ある人に、お金ある社長とかいるわけですね、私のお客さんに、はい、いうわけよ。1日30万以上は使えないねっていうわけ。1日30万ってことはさ、月間300、いくら、1日30万使い続けるのは、まあでも すごいな、毎日使ってたらおかしくなっちゃうね。でもだから月間300万ぐらいしか使わないんだって。そうすると大体3000万とかになるわけだから、3億円あったら10年でなくなっちゃうわけよ、もうざっくり言うとね。となると、なんかそんな風にもみんなしないので、やっぱこう分散していくわけですよ、お金っていうのは。こういうなんていうの、保険、投資的なものに変わる、いざという時のものに、あと物にする。でも不動産にする理由って何かというとね、一番ね、不動産にしてたら減らないわけだって、使えないもん、それ。そうですね。だから一番キャッシュにしといて使うと、使う人はなくなっちゃうかもしれない。だから本当に5億円ぐらいって言うと、例えばなんか人が、お金あると人寄ってくるんだよね多分。そうですね、僕もないから分かんないけど、その時に人がいいと、じゃあちょっと投資してみようかとかって出したりして、それがもう完全に騙されたりするとか、っていう風にして、だから分かんないけど、5億円ぐらいだったらもうすぐなくなるっていうことを経験してる人はいるよね。だからかといって守りに入ってしまうと、またこれはこれで窮屈な生活。せっかくだから1億円の宝くじが当たった人がっていうと、なかなかうまくいってない人が多かったりするじゃないっていう話も一般的には聞くじゃないですか。すごいよねと。だから、まあ、前のポッドキャストの時に5000万円買える人がとかさ、不動産8000万とか1億いくらとか、それで大体一般的なサラリーマンで行く時の時にはやっぱり5000万ぐらいまでですよ。だから例えばアメリカの都市とかで、なんでかというと年収の5倍で行けば1000万でしょ。で多分5倍じゃなかなか現実は厳しいから、6倍7倍だとすると年収700、800万ぐらいの人が買うお金、買う家が5000万ぐらい。それだったらまあそれでも稼いでる方にはなるよ、世の中的に言うと。そうですね。だけど家を持てるっていうことで言うと、そうするとそういう街でいくらにこの不動産が上がっていくのと、それはもう5000万超えてどんどん上がっていくわけもなくというふうに思うと、今2、3000万のものが買える場所で、アメリカとかだよ、で街も発展するだろうとかある程度分かってれば、今買っとけば少なくとも3000万、4000万、まあ、5000万近くまでいくよねと、うん、いうふうに、ちょっと話取れちゃったけど、考えればよくてと、はい、でこれが例えばそのじゃあニューヨークとかパリとかハワイとかで持ってれば、3億っていうのはあんま変わんないんだよ、この値段が。数も限られてるし、だから資産性という意味での安全性っていうのは、もちろんいろんなリスクはあるけど、意外と損しなかったりするという意味で、僕はって考えると、1億円でケチらないで、10億円あったら3億円のものを不動産にしとくっていうのはありかもしれないね、うん、下がらないんだから。そうですね、うん、だからそういうふうに思うと、多分正解は10億ある人が3億買うんじゃない。そうですねというふうに、もしこれを聞いててそうだという人がいたり、違うよという人がいればですね、事例を教えていただきたい、その方に出会いたい、ぜひその方とお仕事したいというか、その方に何かを買ってもらいたいみたいな、そんな話もあるといいですね。ご縁があればいいですね、はい、ぜひね、はい、吉川亮子もお待ちしてます。そうですね、お待ちしております、はい、という感じでしょうかね。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。